皆さんこんにちは、スワイプ小倉優衣です。皆さんこんにちは、スワイプ日高里奈です。ガンガン GA の最新情報をお届けしているガンガン GA チャンネルですが、今回は特別版です。竜王のお仕事トークショー公開録音をお届けします。イエーイ。聞いて驚きだよ、はい、なんとこれが配信されるのはですね2月1日。わお、これを撮ってるのは、11月。まだ新年も迎えてないねえ。クリスマスもまだもんね。ほんとだよ。2月か、寒いだろうね。2月寒いからね。きっとね、想像の範囲内でね、いろいろ想像して。でも今日も実は大阪でね、こうやって公開録音行ってるんですけど、ちょっと雨がね降っていたんですが、そうだね、足元悪い中ね、こんなたくさんの方がね、たくさんの方に来ていただきまして、いっぱいなんか喋ってね、わーとか、全然発言してください。皆さんの声もね、マイクでちゃんと拾われてますから、ね、配信する時にはきっとね、そうそう、自分の声が聞こえるかもしれない、ぜひね、公開のらしく盛り上がってほしいんですが、まあ、先ほど大阪って言いましたが、アニメイト大阪日本橋店5階、イベントホールからお届けしております。はい、オッケー。みんなの元気度を測るからね。そうだよ、みんなよろしく、いくよ。皆さん元気ですか？イエーイ。今日は一緒に楽しんでいけますか？イエーイ。では一緒に素敵な収録にしてきましょう。イエーイ。なんか最後だけちょっと落ちちゃったね。ありがとうございます。でもすっごい元気なね、皆さん。嬉しい。ありがとう。ありがとうございます、いやなんかさ、すっごい楽しいんだよね。いや、あのね、私もすっごい楽しい。いや、なんかね、あのね、まあお仕事なんだけどさ、そう、まあお仕事なんだよね、これすごいことだよね。お仕事だよ、これちゃんとしたね。そうだよね。そう、実はね、さっきも昼の坊って、楽屋でずっとね、チャンネルとお話ししてたんだけど、もうね、面白すぎてね、もうね、お腹痛すぎて。そう、二人でずっと爆笑してたのね。しかもね、多分みんなが聞いたことないぐらいの爆笑だと思うの。そうそうそう。もうね、みんなに見せれないレベルのね。そうだし、だから周りにいるスタッフさんもなんかどうしていいかわからず、みんなうろたえて、ちょっとなんか笑っていいんだか、なんか二人のこの、ね、空気感にどうしていいんだかみたいな。だし、なんか二人的には面白いんだけど、多分頭から聞いたら何言ってるかわかんないんだけど、とにかく面白くて、とにかくずっと笑い続けてるの、5分間ぐらいね。腹筋鍛えられるぐらいね。そうそう、いや本当、明日絶対筋肉痛になってると思うね。いやでも本当にね、嬉しいですよ、こうやって大阪に来て、ちゃんゆいと二人で。そうだね、今大阪なんだもんね。ねえ、美味しいもの食べたりしました？大阪に来て。みんなさん、あ、てか大阪の方なんじゃないの？大阪の方ね。そうだよね。せっかくだから聞いてみる？ちなみに。そうだね、ちなみにじゃあこの関西在住の方だよって方どんぐらいいますか？あ、こっちの分は結構多いね。多い、ほぼほぼ関西の方なのかな。あ、すごいね。じゃあ逆になんかおすすめの食べ物とかさ、あ、聞きたくない？たこ焼きとか、なんか有名なもの以外で難しい？それかなんかお店とかさ、あ、ちょっとポンってポンってポンって何出てくるかなと思って、ね、いいね、粒立ちみたいな感じの感じで、こうなんか551？ 551？ 知ってるわ。551知ってるわ。あ、551か。まあ、551って聞こえてさ、551？ ごぼうがいっぱい売られてるなんか市場があるのかと思って。何その市場、なかなかないね。ね、シュールな絵状になる。そっか、まあ、そんなもんかな。じゃあ、おしゃれ。え、そうでしょ。もっとある、もっとある。ふっといて、ふっといて。みんな恥ずかしがり屋さんなのかな。いや、とりあえず、あ、味付け、味付けのここしかないの、これにしかない。あ、へぇ、ポテトチップス、関西醤油限定ね。大好きだから食べてみて。だし醤油ね、これが関西の。へぇ、いいね。お出汁も違うんだよね、味がね。違うね。確かに普通にさ、コンビニ行ったりとかするだけで、関西にしかない商品とかいっぱいあるから。そうだよね、カップラーメンとかも有名だよね。あの、おうどんのカップラーメンとかさ、あ、あるね、あるね。そうそう、あれもね、味付け違うって言うしね。じゃあ後でコンビニ行こう。一緒に、コンビニ行って行こう。はい、ということで、じゃあそろそろ始めていきましょうかね。オープニングページをめくりましょう。せーの、スワイプスワイプ、よろしくお願いします。小倉と日高のガンガン GA チャンネル。さて、ここからは竜王のお仕事で綱引き…
ツナきたわ。ひなつる愛を演じる日高里奈とシャルロッツシャルロッツイザールを演じるなんだかないいよいいよ。小倉優衣の作品をもとにお話ししていきます。はい、いや今日は本当たくさんのね方々にお集まりいただいてますけど、うん、はい、今日来てくださったみんなはね、うん、作品をちゃんと購入して応募してくださった皆さんですから、みんなもう読んだ、うん、ね、ちゃんと読んでるね。作品好き？もちろんね。 ありがとう。リュウヨンのお仕事好き？いいねいいねいいね。これだよこれだよ、はい、なんですけれども、うん、まあトークとしてはね、そうだね、ここからはね、そう、商品を知らなくても楽しんでもらえる内容になっておりますので、よろしくお願いします、うん、はい。そしてラジオもね、結構このリオのお仕事のラジオやってますけど、やってる、何かそのラジオでやってるコーナーもね、今回いろいろ出てくるので楽しんでいただけたらと思います、うん、じゃあ早速ですが、まずは皆さんに事前に投稿していただいたメッセージを紹介していきたいと思います。はい、紹介しましょう、うん、まずはプグスケさん、プグスケさんからです、うん、ありがとうございます。ゆいちゃん、みなちゃん、こんにちは。こんにちは。ひなつるあいちゃんと、合ってるね。合ってるよ。ごめんね、私が、なって言っちゃったね。ひなつるあいちゃんと、シャルちゃんを含む JS 犬のメンバーは、とても仲良しで、うん、一緒に師匠の家にお泊まりしたり、うん、淡路島で合宿したりしていましたね。うん、ゆいちゃんとりなちゃんも、ものすごく仲がいいと伺いましたが、うん、頻繁にお泊まり会とかされるんですか？うん、JS 犬のみんなは、師匠のお家では、将棋ばっかりやっていましたが、うん、お二人がお泊まり会するときは、どんなことをやるんですか？いやお泊まりしたね、いっぱい ね結構な数ね。なんか一時期さ、週3ぐらいでさなんかね、本当そうなんだよね、寝ても起きてもチャンリナがいるみたいな時期あったよね。あ、どこ行くにも一緒でずっと一緒だったよね。なんだったんだろうね、あれあれ、そう、すごかった。異様にずっと一緒にいる時期もしかも、なんか私結構印象的だったのが、うん、なんかお互いメイクし合うっていうえ、あったっけ。あったあった、覚えてない。あ、やったー、そう、急に思い出が。なんか、うん、一緒になんかメイクし合おうか幼稚園生みたいだよね、なんかメイクに憧れるさ確かにあの頃みたいな感じで、うんうん、じゃあお互いメイクし合おうって言って私がチャイユイの顔にメイクして、うん、で、チャイユイは私の顔にね、うん、で、お互いすっごい褒め合っていいよ、似合ってる、こっちのがいいんじゃないとか言ってさで、え、本当にとか言ってさ、そうそう、鏡見あったりしてね、懐かしい。いや、最近あんまりじゃない。そうだ、お泊まりはしてないかも。ご飯行くことは結構多いけどね。あるね。でもそれこそ今回この衣装をね、そうそう、忘れてはならん。そう、あの2人でね、お揃いの服を実は買ってきたんですけど、一回立つ、ちょっと立とうか。あ、じゃあ実況しながら回る。実況しながらやばいやばいやばい、いろんないらんこと言っちゃった。じゃあまずチャーリーだから、黒いレースアップの、刺繍が、あしらわれたワンピース頭にはベレー帽をかぶり、お、今そのレースが舞い散っております舞い散ってダメか、嘘でしょごめん、舞い散らせちゃった。舞い散らせた、多分1ミリも伝わってないと思うんだけど、あとでなんかブログとか見ていただいて、ね、写真とかね、アップするかな。じゃあ今度ちゃんゆいが手を広げておりますね。かわいい、あ、かわいい、なんかね、かわいいもうね、かわいいんだよ。ちゃんゆいはちょっと白っぽい、ピンクっぽいワンピースで、長いのが珍しいとおっしゃっておりまして、で、あのベレー帽は茶色私がかぶせてあげたやつですはい、ちょっとね、服のこと全然伝わってないと思うんで、伝わってないかな、なんか写真とかで補って、ね、もらえるとありがたいんですけど。いや、買ったね、買ったね、なかなかね、見つからなくてね、そう、服だね、もうね、何件回ったんだってぐらい、しかもお互いね、次の現場があって現場の間だったんで、うん、ほんと1時間ちょっとしかなくって、でもすっごいお腹空いてたのねそうそうで2人ともね、そうポロポロになっちゃって、で3件ぐらい回って、うん、もう次なかったらとりあえずご飯食べないって言って、そう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 、で、まあ、ご飯食べて、うん、でベレー帽を先に見つけたのよ。そうそうそう、そしたらね、ちゃんゆいが、そう、あ、いいのあるって言って、うん、
たまたまね、目をパッとそらしたときにこの2着がね、浮き出て見えて浮き出て見えて光って見えたのね。そう、光って見えたの、うん、で、カッと思って、これ可愛くないってこう、さりげなく手に取ったら、チャーリナも可愛いってなって、ね、でもなんかそれまでもうさ、いろんなお店回ってさ、うん、もう正直分からなくなってたのね。そう、もう何がいいのかがね、もうだからもう何がいいのかも分からなくて、本当に二人でこれがさ可愛いのかって不安になったんだけどそう、でもこれいいよねってお互いにね、そうそうそう、ちゃんとこれなら大丈夫だってこうちゃんとってなって、うん、今日ね会ってきてみて並ぶとやっぱお揃い感もあるし、ね、すごいね、お互いお気に入りになってね、嬉しいですね、こうやってね、うん、ありがとうございます。お泊まりもね、したいね、したいね。何する？お泊まりしたら、ね、なんかそう二人だったよね。そうだね、うん、ちょっと忘れてたね、内容がねどんなことするんですかって。あ、でも久々にそれこそ料理とかも一緒にしたかな。したい。私だってちょっとは成長したはずだよ、うん、そう、なんかね、一回チャンリナがさ、カレーを作ったみたいなの言ってるのがすごい覚えててなんかすっごいね、こだわって一時期カレーを作ってた時期があって、チャンリナがねローリエを入れたよ。そう、なんかローリエを入れた、なんかね、隠し味をすっごい入れまくっててなんかそれ聞いてすごいなって思ったからさ、カレー作ろうよって一緒に。いいね、うん、こと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 、いいな。煮込み料理とか確かにね、時間かけてゆっくりと ね作れるから、ね、えろ。でも本当に、うん、チャンユーはあのご飯もそうだし、お菓子作りとかもね、うん、好き、得意でね、うん、ブログで見てるよファンなのでも実際ちゃんと作ったからね、一緒にね、一緒に作ったりしてね、すごい美味しかったし、いやいやいや、なんかね、うん、体にいい感じのやつなのよ。そうそう、私何、材料にはこだわるタイプ待って、誰なんだろう、言い慣れてないかも、可愛かったけどちょっとね、うん、材料にはね、ちょっとこだわっちゃうタイプ。確かにね、今度ね、またお泊まりしたら一緒に料理とかいいかもね。そうだね、したりしてね、うんうん、早くお泊まりできてですね、はい、また何かあったら報告しましょうかね。しましょう、うん、じゃあ続いて紹介しますよ、はい、ラジオネーム、アッキーさんからです。ありがとうございます。いらっしゃいませ。ありがとう。なちゃん、チャンリナ、こんにちは、スワイプスワイプ。なちゃん、チャンリナ、おかしいの全部私のあれ、私はごめん、私、ゆいちゃんって書いてある。ゆいちゃんはどこかなごめんごめん、ゆいちゃん、チャンリナ、こんにちは、スワイプスワイプ。ごめんね。ゆいちゃんは前髪の乱れは心の乱れという名言を残したことで有名ですよね。そんなに有名でもないけどね割と最近だけどね一方、チャリナはゆいちゃんを胃の中で飼いたいという名言を残しています。そこでお二人はこれだけは名言しておきたいという、意外とみんなに勘違いされているかもしれないことは何かありますか、とのことです。これ知ってるよ、私。あ、知ってる？うん、ほんと？なんかね、うん、私もチャユのファンだけど、私のメイクさんもチャユのファンでめちゃファンやじゃん。あのね、テレビを写真ちゃん撮って、うん、ひなちゃん出てるよ、ゆいちゃんがって言ってあ、さっきメイクさんそれ言ってたんだ。そうなの、うん、いっぱい動画も撮ってたからね。そうそう、そテレビのちょっと揺れながらも言ってた。いや、そう、言いにくいんだけどさ、写真撮っただけじゃなくて動画も撮っちゃったんだ、さっきこっそり言われてそうなのよ、そういうことだったんだね。チャユに送ってくれてたんだね。そうそう、そっかそっか。でもなんか私結構言われるんだよね、このチャユは胃の中で飼いたいっていうのを、うん、なんかみんなになんか、そりゃそうだって言ったよ。いや、私もね、私も言われるのよ。なんか日高さんがこうおっしゃられることに対してどう思われていますかみたいなことはさ、結構冷静に聞かれるんだけど、やめてー。どうもこうもなんかねないというか、どうしたらいいのって。でも言っとくけど、さっきここでそれぞれさ、スタンバイしてるときに、うん、もう私いいよ私はチャンユーをちゃんと胃に入れたんだよ。そうそうそう、胃にね、さっき収納されました、私。なんか、うん、しかも今さ、結構ガチなトーンの大丈夫大丈夫心配されてるよね、やっぱり、うん、なんか、お互いなんか、うん、チューってしてたの。そう、あのね、あの下手と上手ちょっと分かれてて、だから皆さんから見えないけど、お互いにこうちょっと見えてるんですよ。そうそうそう、裏点でね、裏で。そう、最初なんか手振ってたりとかだったんだけど、ね、うんうん、お互いなんかチュッてハムって食べてて、うん、だけどよし投げキスしてね、チュッてチャンニャンチュッてやったらハムって食べて、私も投げてハムってやって、うん、したらさ、バウンドしたのをキャッチして食べてずっとやってたんだけど、そうそうそう、で私は最後のチャンニャンの投げキスを食べて、そうそうそう、もう切れてお腹に入れたの。そう、で収納されちゃったと思ってちゃんとそれまで一連でやったんだよね。そうそうそう、お腹に収まったよっていうのでちゃんとアピールしたらチャンニャンもあら
からってじゃあジェスチャー付きでねそんなことやってからねから、うん、登場してね何もなかったかのようにねそうそうそう皆さんこんにちはって何をやってるのかって感じなんですけど楽しいねねえ、いや前髪ほんと大事よ私前髪が乱れてるとほんとに心まで乱れちゃうからそうなのえ、こだわりはちょっとやっぱり、うん、斜めにシュッと丸くして流す感じ、うん、そう丸めてじゃないわ前髪はくるんってするんだけどこのカーブの具合と、うん、あとこの目の上のねこのシュッてラインあーでも確かに綺麗だよねそうそういつもね流れるようなこの究極のこう曲線究極の曲線を描くそしてこのね特徴的なのが前髪の終わりをこうシュンってちょっと跳ねさせるみたいなへーすごいこだわり止め跳ね払いみたいな感じかな確かにね前髪における止め跳ね払いがやっぱりちょっと重要で習うやつのそうそうそう髪盤ね前髪盤ねそうそうそう前髪バージョンそう確かにいつも乱れてないしありがとうあとライブとかでも乱れてないからねそうなの私のね前髪有名なの動いても1ミリも動かないあ結構メイクさん業界でも有名らしくてそうなの。グレイちゃんの前髪は崩れないらしいよみたいな感じで確かにねそう言われたりするそういうイメージあるわそうだからこれからも大事にしていこうとこの前髪を前髪とねでもこの間もねまた絶妙なバランスというかねそうそうこのね分け目にこだわっていてねはいちょっとみんなそんな見ないでよ前髪今ここに200何十人の線がもう前髪に前髪焼けちゃうはいこんな感じですかねこだわりはありますねはいこだわりははいじゃあもう一枚、はい、もう一枚いきます、うん、こちらはシードマンさんですありがとうございますいらっしゃるかなシードマンさんあいないかなありがとう小倉さん日高さんこんにちスワイプスワイプ私は今年、うん、学生から社会人として働いていくことになりましたが、うん、周りは先輩や上司ばかりでとても緊張してしまいます、うんうん、でもそんな方々といい関係を築いていきたくてよくごますりをしますごまをすります、うんうん、しかしまだまだごますり歴が浅くごますり歴なんて言わなきゃ初めて聞いたけどね、うん、何か良いアプローチの方法はないでしょうかすごい質問だねそうだね聞くところ間違ってた確かにごまをすりますっていうのはよいしょよいしょするってことかなさすがですねみたいなことそうそうそういいよっつってあからさまからすごくないっすね逆になんか、ね、難しいよねいや難しいよねだってあからさまにさ声ごますってんなっていうのでも逆効果なわけじゃないちょっと嫌な印象を与えちゃうかもしれないから本気で言ってくれてんのかなちょっと嬉しいなっていうぐらいがね良いごますり感ごますり感ちょっと嫌な感じするよねそうだねなんだアプローチの方法はでもやっぱりさ、うん、話をうんうんって聞いてくれる人ってさ、うんうんうん、なんかその話してる方もさ、うんうん、あそう話してる方もすごい気持ちよくてうん、うん、それでそれでもうただただ可愛いだよほんとでなんかやっぱ話し合いがあるっていうか、うん、あと思うのちゃんゆみたいと思うのは、うん、目を見て話を聞いてくれるのって本当に素敵だと思うんだ本当になんかあれいつもよりなんかちょっとマシマシな感じするけど嬉しい嬉しい嬉しいマシマシな感じするけど、うん、いつ普段からそうじゃないありがとうそうそうそれやっぱ嬉しいですよねけど分かる方もいらっしゃると思うけどそう確かにね目を見てってよくよく言うもんねそうまっすぐね、うん、普段から見てくれるからそれは好印象な気がするあ本当でも結構さ目見られるの苦手って方もいらっしゃるじゃないあなんか苦手な人もいるのかそうなんかあとなんかすごい緊張しちゃうって言われることがあってだからこうすっごい見ちゃうのね私人の目とかでもそこ素敵人がすっごい見ちゃうからなんか見てるとあやばいなんかダメかなと思って困らせちゃったらどうしようと思っちゃってそこもいい子やなえなんかそうかじゃあどうすればいいんだろうね目を見るだけじゃなくて目を見つつ、うん、なんだろうなやっぱ笑顔じゃないあ笑顔って魔法だと思うんだよねなんかそれいやなんか、うん、しれっと恥ずかしいこと言っちゃったチャイユーが言うと説得力かな私がさ笑顔って魔法だよねちょっと違うじゃんいや今はなんかちょっとフィルターかかってたけどね本当いや確かに笑顔はね、うん、ね魔法でそれこそさちゃんになってね本当に笑顔が素敵だと思いませんいやほら結構私本気でねチャンになってどんな時もずっと笑っていつもニコ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 して本当にね本当に笑顔
あ、いつも以上になんか、なんか違うな。そう、すっごいね、毎回いつもね、本当に笑顔が素敵だなって思っていて、やっぱりそれが人を引き寄せたりとか、なんかね、ずっと褒め合いしてんね、これ。本当ね、褒め合いすぎてしすぎてるけど、そう、なんかそんな気がするから。確かにもそうだね。そうだから、どんな人に対してもきっと笑顔でいたらね、絶対ね、うん、いいと思う。いいことも起きるしね。そんな感じかな。うん、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということで今回の紹介は以上です。たくさんの投稿ありがとうございました。続いてはこちらのコーナーをお届けします。騎士のお仕事。はい、個性的なキャラクターがたくさん登場する竜王のお仕事ですが、現実の将棋界にも伝説を残した棋士の方がたくさんいらっしゃいます。はい、今回は棋士の発言や行動にまつわるクイズに挑戦していきたいと思います。はい、難しいんだよね、これがね。毎回ね、なかなか当たらないんですよね。頑張っていきますよ。はい、それでは最初の問題でございます。将棋棋士の森内俊之さんは、将棋の腕も素晴らしいですが、将棋以外にもあることが趣味で、それにまつわる大会に出場して好成績を収めています。その趣味とは一体何？成績、大会があるものってことだよね。そうだね、存在している趣味っていうことですよね。うん、スケッチブックに私たち書いていきますけど、なんだろう、将棋にまつわってるのかな。でも、以外全然かけ離れてるもの。かけ離れてる。知ってる人いますか、ちなみに会場に。あ、ちらほらといらっしゃいますね。大会？なんだろう。趣味かわかんないけど、ちょっと書いてみよう。よし、行きました。はい、行きました。はい、じゃあかわいいよ。じゃあ私からいきます。ケーキ作り。なんかパティシエ的な。そうだよね、ちょっと言葉の選び方がちょっとなんか幼稚園児の子がケーキ作ろうよみたいな感じの。いや、なんか料理の腕とかもあるのかもなみたいな。なんて言ったらいいんだろう、パティシエ大会みたいな感じの感じの料理的な。しかもお菓子かな。あー、なるほどね。確かに男性が多いですもんね、パティシエになる方ってね。確かに、言われてみれば、うん、そうだ ね、料理の才能はね。じゃあちゃんゆいは。私はなんかちょっと違うかもしれないけど、水泳大会。それこそさ、小学生みたいな水泳大会じゃない。本当だね、人のこと言えないわ。いや、なんか大会ってついてこれしかなぜか思いつかなくて。私ね、こう見えて水泳得意なの。そうだよね。そう、すんごい泳ぐから。習ってたんだっけ。習ってた。なんか声がちょっと動揺して、動揺して。そうそうそう。何泳ぎが得意なの。平泳ぎかな。平泳ぎ。でも一回だけで大会出たことがあるの、選手として。なんだけど、やっぱり、どうだった。いや、やっぱ大会となるとすごい強敵なわけですよ、周りが。結構じゃあ規模っていうか、そう、もう大きくなるのかな。そうそう、なんかプールの代表みたいな感じで出たんだけど。その代表になったのもすごいよね。そうだね、確かに。だけどそれで出たんだけど、あんまりいい成績を収められずに終わっちゃって、で幼いながらにすごい喪失感を覚えて、これ以上もうなんか自分が傷つくのは怖いと思ったんだろうね。幼ながらに私はもう水泳向いてないと思って、その水泳の、スクールの中で一番なんかトップの何なんか段階があるじゃない、階級っていうの。どんどん上に上がってくよね。あれに、一番上行くとね、ゴム帽子が手に入るの、銀色の。銀色かっこよくない？かっこいいね。あとはね、全部布なんだよ。ピンクとかオレンジとかなのに、トップ行くと銀色のゴム帽子がね、もらえるの。確かに、しかもすぐ見てわかるからね。そう、しかも髪が濡れないの、あれだと。へー、僕もそのためだけに頑張ったよね、前髪を守るためにね。そうそう、その頃から髪への意識はね、高かったんだね。そう、だからそれを手に入れて潔くね、水泳とはもう縁を切ってしまったんですけど。かっこいいね、でもなんかね、全然違う話になっちゃったね、これね。こういうコーナーじゃないよね。あ、でも正解はどうだろう。正解ね、気になる。わからないよ。あー、答え、クイズ。テレビのクイズ番組で優勝をしたり、学園祭で開催されたクイズ大会にも出演して、賞品を獲得するほどの実力を持っています。なるほど。じゃあ、もともと将棋ってすごい頭を使うものだけど、やっぱり回転が早いんだね、とかいろんな知識を持っていらっしゃい。クイズ大会とかさ、テレビで見てても、もう全然答えられないもんね。全然答えられない、珍回答ですら思い込まないもん。
わかるわかる。いやあれもあれで能力だよね。だからね。そうね。いや難しいな。難しい。じゃあ続いての問題いきましょう。衝撃師谷川浩司さんの発言、うん、次からが発言ですよ、うん、普段は自分が〇〇と思って指し、大会では自分が〇〇と思って指す、それぞれに入る言葉は2つあるってこと。おお。2つあるんだ。同じ言葉じゃないんだ。普段は自分が〇〇と思って指し、大会では自分が〇〇と思って指す。これちなみに心当たりあるのって方いらっしゃいます。あ、1名あ、2人あ、2人ぐらい。じゃあそこまで。そうだね、結構難易度高いのかな。普段と大会で違うんだ。自分が何だと思って指す、大会では自分が〇〇だと思って指す。あー え、なになに、来た。2つ書けばいいんだもんね。これちょっと深い気がする。自分が、うん、自信あるよ。普段は自分が〇〇と思って指し、大会では自分が〇〇と思って指す。うん、そうです。難しい。普段とね、大会で違う気持ちでってことですよね。うんうん、普段は小倉さん頑張ってめっちゃ余裕あるじゃん。全然思い浮かばない。みんな何がいいと思う。何これ、そんなことあるの。何がいいと思うっていう。何がいいかな。あ、そうだね。そうだよね。チンカイト頑張って書こうかな。分かった。チンカイト頑張って。分かった。普段は〇〇か。自分が〇〇。いいかな、もうこれは。今完全に諦めましたよね。でも結構難しいんですよね、うん。なかなかね、思いつかないし、まあこうじゃないだろうな、普通の答えじゃないだろうなっていう、もう前提で出てるクイズだから、うん、よりね、難しい。ありがとうね、フォローしてくれてね。全然そんなこと。全然な。はい、じゃあ、スカイク、うん、合ってる気がするよ。うん、普段は自分が凡人と思って指し、大会では自分が天才と思って指す、うん、うわ、めっちゃまとまってるじゃん。ぽいよね、ぽいよね。どうするこの後の私。じゃあ、やります。すごい、私思いつかなかった感がすごい半端ないけど、ちょっと許して。いきます。普段は自分がカワウソだと、カワウソだと思って指し、大会では自分が犬だと思って指す。ごめんね、これ多分受けてるのは私のファンの人しかいないと思う。そんなことないよ。本当に。そんなことない。多分ね、よくわかんない人は何言ってんだろうなって思ってると思うんだけど。カワウソね、好きだもんね。カワウソ、そう、私が単なる私の趣味です、これは。でも、うん、でもなんで普段がカワウソで大会が犬なの。やっぱりね、うん、そうね、そこ理由やっぱ求めちゃうよね。、うん、そうだね、まああえて、そうだな、あえて理由を言うとしたらですね、うん、やっぱりこう、普段は憧れがあるもの、理想高いものをあえてぽいこと言ってる。普段に設定することによって、うんうん、自分がそのいつも以上のそのね、幅をね、出せる、振り幅ができるということかな。なかなか聞くことのない、なんか見ることのないちゃんゆいの姿が見えた気がするよ。ありがとう、それを引き出してくれたの。ちゃんか、どうかな、正解は。なんだろうね、正解は。あー、おぉ。でもなんとなく、普段は自分が一番弱いと思って指し、大会では自分が一番強いと思って指す。うん、ねえねえ、これ結構近くない？結構近い。いいだよね。近い。ほぼ正解みたいなもんだよね。すごい。やっぱそうね、うん。意外にさ、大きなイベントだったりとか、うんうん、できるって思ってね、自分を信じてやらないと逆にね、うんうん。一番の味方は自分かもしれないからね、そういう時って。すごい。およし、回収できたぞ。よし、収集できたぞ。よかった。カワウソと犬を回収したの。犬をね。じゃあ続いていきましょう。将棋界の頂点に立つとも言われている棋士、うん、出た、羽生善治さんは、あー出た、羽生さん、出た、羽生さん。インタビューで苦手なものを聞かれた時に何と答えたでしょうか。えー、苦手なもの、苦手なもの、これだろうね、なんだろう、苦手なもの。え、これ知ってる人いますか。お、あ、何人かいますね。何かいますね。苦手なもの、苦手なもの。スって書いたよ。
けるかな。みんな苦手なものかな。でもまあ問題にならない。そしたら、いやでも逆に意外と、あ、なんかくるくるしてる。じゃあこれやめようかな。くるくるって言ってるね。くるくるでかいけど大丈夫。同じ紙に書くつもり。大丈夫、できた。ねえ。はい。じゃあ、はい、どっちかな。私行こうかな。女。なるほどね。さっきあの聞こえた音はそう、くのいちだったんだね。ソンってやったの。なるほどね。女かな、苦手なもの、うん、男性ならではね。そうね。男性ならではよ。そんなことよくわかんない感じがする。じゃあ私行くな。キノコ。かわいいな。なこれ本当に思いつかなくって、何かこうかなって思った時にちょうどね、あの私たち今日このかぶってる帽子がキノコみたいだねって話をしてて、そうだからね、あとなんかちょっといろいろね、今までキノコに私たち縁があって、そう全然伝わるかな、伝わらないんだけど、なんか私たちの中でキノコファッションっていう、みんなキノコファッションってわかる？わかんないよ。だよね、絶対全くピンと、なんかこれだって誰にも分かってもらえなかったもんね。結局そうなの、2人だけではキノコファッションっていうのが、まあ、系統が決まってるんですよ。そうそう、もう定着してたのイメージがね。そう、なんかちょっとなんて言うんだろうね、なんて言ったらいいんだろうね。自分たちでも分かんないんだけど、なんか、だからたまたま私がね、そのいわゆるなキノコ、私たちのいわゆるなキノコファッションがの、うん、ズボンがキノコ柄だったのよ。そうそうそう。でもそれで、あ、キノコファッションらしいキノコのズボンだね、うん、みたいになってたんだけど、うんうん、すっごいね、二人の中ではこれ以上しっくりくるものはないぐらいなってたんだけど、うん、定着してたんだよね。で、チャイエがほんと当たり前のようにキノコファッションさみたいなことを現場で言って、みんなポカーンみたいな、キノコファッションみたいな説明しても全然理解してもらえなくて、ね、伝わらなくて、結果二人だけでキノコファッションは私たちのものだってなったんだけど、まあ、そういった意味でもね。そうそう、だからね、今日もなんか私がちょっとかぶり方わかんなくて、この帽子のね、なんか椎茸みたいになっちゃうなと思ってかぶってたら、なんかね、そうそう、真ん中にポンって頭に乗せてて、うん、椎茸がついてるよみたいになっちゃうから、どうしようってしたらチャンネルがいい感じに、ね、斜めにちょっとね、そうそう、ずらしてくれて、そう、そういった意味でもキノコ、うん、キノコ、でもキノコ苦手な人もいるからね。いるよね、きっとね。いるよね、いるといいな。ちょっと苦手っていう人もいるからね。わかんないけど、どうかな。そんな意外なもの、将棋。深い、そういうやつね。あ、結構、ね、今回なんかこういうことの、なんか羽生さんってやっぱすごいね、名言残してくね。将棋、将棋の頂点に立つって言われてる人が将棋を苦手、深いわ。勉強になります。いや、難しかったね、今回もね。難しかった。じゃあキノコとか言って申し訳なかった。ということで、はい、問題は以上です、はい、以上、棋士のお仕事でした。続いてはこちらの企画です。1分切れ負けスピード対局。はい、このコーナーでは私たちが将棋の対局のように持ち時間を持って対決をしていきます、うん。まあ、将棋っていうのは、まあ、持ち時間という、まあ、いわゆる制限時間がありまして、はい、それが切れる、まあ、つまり時間切れになってしまうと負けというルールがあります、うん。まあ、それにちなんで制限時間をつけてゲームをしていきます、はい。ですが、まあ、2人ともね、うん、将棋を指すことはできないので、うんうん、今回はそれぞれ1分持ち時間を持って古今東西対決をしていきたいと思います、うん。はい。まあ、普通の場合ね、古今東西はリズムに乗れなかったら負けっていうのがあるんですけど、うんうんうん、まあ、今回それはありません。持ち時間を自由に使って答えて OK です、うんうん、はい。なんですが、前に出たものと同じものを答えた場合は、うんうん、その場で失格だよ、ちゃんゆい。分かった、分かってる、分かってる、分かってる。うん、なんかね、前回ね、あのこのリオのお仕事のラジオで、うん、チーム戦で私とちゃんゆいが組んでね、そうそう、組んだ、やったね、やったんですけど、うん、もうボロ負けだったんですよ。でもね、私おかしくて、私の記憶でもすごい勝っていい気分になった、勝手な記憶のなんかすり替えが。だからさっき、あれ私勝ったよねって言ったんですよ。いやいやいや、もうリハーサルの時にそうね、いやボロ負けだよって言って。なんでかな、その時にね、結構ね、前に言ったやつと同じことを言っちゃうっていうね、そう、負け方しちゃったから、まあ、今回はでも、うん、
1対1の対決ソロだよね。できると思う。だってできると思う。さっきもリハーサルでさ、仮のゲームやった時にね、速攻負けたよね。速攻負けちゃった速攻同じこと言っちゃったから、もう学習したよ、さすがに。ほんと？うん、学んだ学んだ学んだ大丈夫か、その自信はどこから来てるかわからないけどまあそうだね、うん、まあ、でも時間まで続けていって、まあ、勝利数が多い方が勝ちとなりますよ、うん、はいはい、まあ、対局には、そう、私たちの前にある対局時計を使います、うん、これですすごいよね。だからまあそれぞれポンポンと押していってね、うんうん、時間がどんどん少なくなっていくんですけれども、うん、まあ、これを叩くと相手に手が移って時間が減っていくんですね、うんうんうん、まあ、自分の時計が0秒になるまでに相手の持ち時間をなくすことができればその時点で勝ちとなります、はい、いや、じゃあ頑張るよ。頑張る。今回ソロだからね、いつもチーム戦だけどね。いや、大丈夫か大丈夫私を信じて。対決するんだけど、ね、信じてって言ったばっかりだよね。それでは第1曲目スタートです、はい、お題は、お題は寿司ネタ。これさ、やったやったよね。あ、いい、じゃあ先行日高からいきます、はい、では古今東西対局スタートです。よろしくお願いします。サーモン。こっち。サーモン。サーモン。マグロ。おお、うん、オニオンサーモン。マグロのたたき。おお、炙りサーモン。うん、トロサーモン。サーモン来たぞ。おお、うん、鉄火巻き。おお、ネギトロ。うん、近いとこ来るね。ちょっと帰るね、イカ、うん、卵。卵似合うね。卵大好き。うん、エビ。うんうん、大丈夫。お、来るかな。あ、でも残りもあと33秒ぐらい。カッパ巻き。あー、いいね。タコ。あ、何、30秒切ったからよ。30秒切った。待って待って待って。あ、あ、お稲荷さん。あー、いいね、うん、なんかちっちゃい頃好きなやつはいいよね。ウニ。あ、なんか大人な、ちょっと大人な雰囲気かもしれないけど、あいちゃんでな。なんだろうな。あ、かんぴょう巻き。かわいいんだよな。イクラ。ちょっと言い方の問題も気もするけど。あ、やばいやばい、もう12秒だよ。オクラ。オクラ、まあまあいいかな。いいって。あと何がある。いや、私全然時間ない。え、待って、私も待って、全然思い浮かばなくなってきた。15秒、みんな何食べる。13、12、11。あ、10秒切ったよ。待って、なんだろうなんだろう、ちょっと待って。あ、チーズのせサーモン。え、あれ、それあれよね。え、嘘。あ、やばいやばい、1秒差とかだったよね。いや、うん、これいいんじゃない。だって見て、ちゃんと叩かれたよ。かわいい、動画で見せたかった。いや、確かに前はもうね、残り時間50秒ぐらいだったもんね、うん、そうそう、10秒ぐらいしか叩かれたと思わない。確かに、分かった分かった。やっと分かったよ、ものだって分かった。そうそうそう、うんうんうん、結構遅いけどね。じゃあ次いきますか、はい、じゃあ第2曲目は、あがつく言葉、頭に。え、あ、これ難しそう。言葉なら何でもいいの。あの、しりとりのエンドレスバージョンみたいなことだよね。そうだね、結構難しくない、これ。よし、じゃあどっちが先。じゃあ、ちゃんゆが私から。じゃあ早速始めていきます。え、これは、なんか単語の方がいいんですか。基本単語。はい、じゃあ早速いきます。はい、あり。ありがとう。それ出すの早くない。アイス。ああ、明けましておめでとうございます。ねえ。あ、暑いね。あら、綺麗になられましたね。それあり。ねえ、なんだろうな。炙りサーモン。いいんだよこれ。
ついてもいいんだよね。うどんがついてからなんかもらってもいいんだよね。あ、うん、どうしよう。相手の目をじっと見よう。学んだことだからね。ああ、そういえばこないだね、この間長いな。この間ね、この間ね、この間ね、はい、終わり。ダメダメ。あ、そういえばこの間ね、チャーリーナーにちょっとだけ似てる人がいたの。あ、それ私だよ。アメンボ。赤い赤いな、あゆべを。何なの。あ、でも時間ないじゃん私。いいよいいよいいよ、もっと使っていいよ。ゆっくりでいいんだよサリナ。アイーン。アップルパイ。さ、サイン、あ、サインじゃないや、最後アインで負けたのがちょっと悔しかった。そう、最後とアインが混ざっちゃったよ、サイン。え、でも途中会話だったからね。いや、本当に。いや、難しいな、面白かった、ね、あ、まだいける。よし、じゃあ次は、対局は二人が思うごちそう。おー、これ食べ物の間だったらね、結構なんでもね、いいわけでしょ、ね、じゃあ、うん、どっちからいく。じゃあ次はチャリナかな。私からいこうかな、じゃあ、うん、じゃあ、行きます、うん、お寿司。ピザ。いいね。チキン。唐揚げ。唐揚げ。ハンバーグ。パスタ。パスタごちそうかな。あ、まあまあ、アイス。意外にごちそうになるでしょ。 ご褒美的なね。そうね。あら、大トロ。あ、ネタでいく。そう、確かに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 、ね、あとなんだろうな。あ、ごちそうで言ったらポテトチップス。おお、え、ごちそう、あれごちそうだよ。だってさ、頑張った時に、ちょっと私の時間削られてるから、ちょっとさ、後で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 後なの。じゃあ、さっき大トロがいいんだったら、うん、ウニ。ウニ好きね。なんだろう、雑炊。いいじゃない。何。あとなんだろうな。食べ物って意外と出てこないもんだね。ラムチョップ。なんて言った。ラムチョップ。あ、ラムチョップね。あ、あと20秒切りましたよ。味噌ラーメン。おお、味噌ラーメン。あとなんだろうな。ごちそうでしょ。ごちそう、焼肉。うん、ローストビーフ。早いな。早いな早いな。チキンはあったけど、じゃあステーキ。焼き鳥。ハム。ベーコン。あー、来たよー。わー、チャリナーと3秒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 2、1、終了。やったじゃあ、にだわるよ。いやー、次ベーコン言おうと思ったんだよ。でも本当また接戦でした ねちゃんと勝負できてる。ラストいける。まあ、もう一問。結構熱くなるね。そうだね、割といい勝負になるんだけど。じゃあ最後の対局は、自分のテンションが上がること。おお、あ、どっちからいきますか。じゃあ、じゃあいきますよ。チャンリナと一緒にこうやってなんか仕事する。チャンユイの顔を見たとき。チャンリナの笑顔を見たとき。チャンユイの写真を見たとき。チャンリナの可愛い服を見たとき。チャンユイのブログが更新されたとき。チャンリナに抱きついたとき。チャンユイからいい匂いがするとき。
本格的なんだよな、なんかチャーリーが上級者というか、なんだろうな、テンションが上がることでしょ、うん、チャーリーの後ご飯にいただく、どうしたどうした、喉詰まった大丈夫と、チャーリーの歌を聴いてるとき、絶対勝てんのこれチャーリーの後、マッサージに行ったとき、はい、行ったね、うん、あと、チャーリーとお泊まりしたとき、うんうん、あれれれ、チャーリーナが真剣に相談に乗ってくれるとき、うん、チャンユイの CD 発売が決まったとき、やばい、どうしよう、ね、どうしよう、あと10秒だよ、テンション上がるとき、テンションが、ね、チャーリーナが、チャーリーナがチャンユイって駆け寄ってくれてきたとき、チャンユイが投げキスをしてくれたとき、ちゃんゆいと、あ、ちゃんゆいと、いや、いや、すごい終わり方、しかもすごいマジなトーンで、ちゃんゆいと、いや、恥ずかしいよ、なかったら入りたい、でもいいタイミングで、いや、びっくり、ちょうど終わったね、いや、もう30秒残しての勝利ですね、いや、びっくりよ、あんだけちゃんゆいちゃんゆい言われるとさ、やっぱ自分でもちゃんゆいって言っちゃうもんなんだね、確かに、外見言っちゃったからね、乾杯でしたわ、いやすごいな、チャンリナの愛を舐めていたよ、ちょっと、もっと伝えていかなきゃね、ということで、今回じゃあ私勝ったかな、うわ3勝いしたかな、日高強い、チャンユも一緒だけどね、うん、はい、ということで、うん、楽しかったです、楽しかった、だいぶ上手になったよ、とても、うん、確かに、ルールをじゃあ今回で理解したんですマスターしたよかったということで、以上、1分切れ負けスピード対局でした。ということでお送りしてきました公開録音もあっという間にエンディングでございます、うんうん、最後に竜王のお仕事からのお知らせです、はい、シリーズ累計30万部突破の竜王のお仕事、うん、GA 文庫第5巻、うん、そしてコミック4巻が2月15日頃発売となります、はい、そしてですね、うん、ひなつる愛ちゃんとして原作第5巻の気になるあらすじを紹介したいと思います、はい、お願いします、出るかな、うんうんうん、おお、あ、やる、あ、分かった分かった、はい、アロハー、ついに始まった大地の初防衛戦、挑戦者として現れた最強の名人と戦うべく常夏の島を訪れた八一だったが、なぜか弟子や師匠までついてきてる、家族旅行、おまけに銀子と夜の街でデートそんなんで名人に勝てるのか、ひなつる愛と優しい愛、そして経過のマイナビ本戦も始まり、戦いに次ぐ戦いの日々、誰もが傷つき疲れ果て、将棋でつながった絆は将棋のせいでバラバラになりかけるちょっと今鼻で笑ったでしょ、うん、だがもう離さない、二度と一番大切なものに気づいたとき、傷ついた竜は再び飛翔する、将棋という名の奇跡に最後の審判が下される激闘の第5巻いやいやいや、これさ、読んでて見れなかったのが残念なんだよね、うん、何のこと何もなかったよ、いや、びっくり、この瞬間二度とあれね、間違いではないんだけど、そう、間違えてない、しかもそこしかほぼ決められてないからあとほぼほぼ失敗してるからえ、可愛かったね、気になる内容ですね、すごい、ね、本当にね、盛り上がる熱い展開だね、これはね、気になります、最後の、そして発売はね、今2月ですから、うん、結構もう間近なんですよね、15日頃だから、もうちょっと待てばね、うん、最新刊の内容が読めるということで、うん、皆さんぜひ、ね、チェックしていただければと思います、はい、楽しみにしてください、さらにですね、竜王のお仕事ドラマ CD 第3弾の制作が決定しました、うん、皆様のおかげです、師匠、そうね、あいとんとね、こんばんよ、詳細は
ですね、竜王のお仕事のツイッターや GA 文庫ブログで発表しますのでチェックしてください、はい、お願いします。ということで今後とも竜王のお仕事の応援をよろしくお願いいたします。はい、ということでね、いろいろお知らせしていきましたが、うん、もうそろそろ終わりということで今日のイベント振り返って、うんうん、どうでしたか？やっという間だったし、ね、すっごく楽しくって、ね、幸せだった本当に。でもなんか私さ、うん、まあ、お昼の部というかね、もう一回やってたんだけど、うんうん、前にそれよりもよりずっとこっちを見ててさ、確かに思った。なんかチャンリーがマイクが外れてるけど大丈夫かなって、ちょっとちゃんと配信してるから声乗ってるかな、大丈夫かな。大丈夫だよきっと、うん、音声さんいるし頑張ってくれ、あ、お世話になってます。楽しかったですね。楽しかったね、うん、なんかまたこういう機会もねぜひぜひ、ね、せっかくこうやってね、現地というか、うん、滞在になってるね、関西というか大阪に来れてっていうの、うん、今度イベントとかもね、みんなでさやりたい、やりたくない、絶対楽しいよ。その時の皆さん来てくれますかね、来てくれるかな、うん、それもきっとね、皆さんの応援があってこそ実現できるものだと思うので、うん、ぜひ引き続き2017年もね、はい、応援よろしくお願いします。お願いします。ではラストはやっぱりみんなでね、うん、スワイプスワイプの言葉で締めたいと思います、うん、というわけでガンガン GA チャンネルプレゼンツ竜王のお仕事トークショー公開録音、ここまでのお相手は小倉唯と日高里奈でした。また次回も楽しいページめくりになりますように。せーの、スワイプスワイプ。